付属中学校長野県や大高等学校長野県や大高等学校付属中学校は長野県千曲市屋台にある公立の高等学校と中学校である高等学校は理数科と普通科を要し、旧制中学を母体とする高校の一つである通学区は第一通学区現在の校舎は1991年に新築されたもの付属中学校は 高等学校と同じ校地に2012年に開校した1学年80名。中学専用の校舎が一等新築されたが、体育施設や特別教室などは高等学校と共用使用している。校歌や文化祭、生徒会、体育授業伝統の八代高校体操などは高等学校、中学校の両校ともに共通。中学校の交渉は、 高等学校の校章を参考に新たに作成された。校長は、両校共通で一名。校長のもとに、付属中学には副校長を、高等学校には教頭を置く。教員の相互乗り入れを大門区文句に、両校の教員が所属に関係なく、両校を指導する。2009年6月4日、八代高等学校は、八代高等学校への中高一貫教育導入に、 ついてという要望書を長野県教育委員会に提出し、併設型中高一貫教育導入の検討を要請。これに対し、同教育委員会は10月13日の定例会において、東北新における併設型中高一貫校の設置計画について、都の議題の中で、八代高校に2012年4月をメドに併設型中学校を開校するとの案を示した。 そして、12月17日の同定例会において2012年4月に長野県や大高等学校付属中学校を開校することを正式に決定し、2012年4月1日に長野県や大高等学校付属中学校が開校した。教育基本法の精神にのっとり、創立以来の出実合憲の交付を継承して、次の参考料を定める。この学校では部活動を、 半と呼んでいる。ありがとうございます。